皆さんこんにちは。今日もウィレアプリの動画を始めていきましょう。今回の動画は中間アップデートで黒玉に昇格するかもしれないフォワードの選手を紹介していこうかなと思います。中間アップデートって何ですかっていう方は前回の動画で紹介しているので、そちらの方を見ていただければと思います。前回の動画で言ったことなんですが、中間アップデートで黒昇格をする選手はだいたい総合値が83から84の選手になります。それで今回はあくまでも黒昇格をするかもしれないという予想動画になります。僕はヨーロッパのサッカーの方は、ハイライトではほぼほぼ全試合見ているんですが、90分ライブでっていうのはあまり見てないんですよね。なのでこの選手の黒昇格はありえないでしょみたいな意見が出るかもしれないんですが、もしそういう内容があればちょっとコメント欄で指摘していただければと思います。それでは候補の選手を紹介していきます。まず1人目がレスターに所属しているジェイミー・バーディ選手になります。昨シーズンはプレミアリーグ9位だったレスター、今シーズンは18節を終えた段階で2位と上位をキープしています。でバーディ選手は昨シーズンは34試合で18得点でしたが、今シーズンは18試合で17得点、1試合に1点のペースでゴールを記録しています。18節暫定ですが得点ランキングトップになっています。コナミさん側もプレミアリーグの得点ランキングトップの選手のステータスを変えないわけにはいかないんじゃないかなと思っています。バーディ選手の総合値は83で黒玉まではあと2ですね。仮に黒玉にならなくてもバーディ選手コンディション安定度が今5なので、これが上がるとか、何らかの金最強選手以上に修正はされるんじゃないかなと思っています。それでは次の選手いきます。次はイグアイン選手になります。イグアイン選手は長年ウィレアプリで黒玉でずっと搭載されていたんですが、昨シーズンに88から84とまさかの大幅ダウンで金に降格してしまいました。当初は、クラブではクリスチャーノ・ロナウド選手ら豪華な攻撃陣の前では、構想外とされていたんですが、ここまでリーグ戦で15試合に出場し4ゴール4アシストを記録しています。上位対決となったアタランタ戦では後半に2ゴール1アシストを記録していて、ウィレでは PS4 版で10月中旬、アプリ版では11月下旬に週刊 FP で、2回すでに登場しています。その時 FP では闘争心やスーパーサブなどのスキルが追加されていました。中間アプデで新たなスキルの獲得の方も期待したいですね。それでは次の選手いきます。3人目はバイエルンミュンヘンからセルジュ・ニャブリ選手を選ばせていただきました。昨シーズンニャブリ選手は30試合で10ゴール5アシスト、今シーズンは15試合で6ゴール6アシストを記録しています。序盤はバイエルンミュンヘンは少し不調だったんですが、チャンピオンズリーグ戦でのトッテナム戦4ゴールや、ドイツ代表のユーロ予選で北アイルランド戦でハットトリックを記録しています。ニャブリ選手はこれまで代表戦では13試合13ゴールで、これは爆撃機の愛称で知られるゲルト・ミュラーに次ぐ50年ぶりの大記録ということになりました。また2019年に活躍した100名を選出してランク付けするベスト100プレイヤーの方では38位に入っています。代表での FP で来た時は、コンカやミドルシュートなどのスキルが追加されていました。シュート系のスキル追加にも期待したいですね。それでは次の選手いきます。4人目はウィサム・ベン・イェデル選手になります。今年からセビージャからモナコに移籍したベン・イェデル選手は、ここまでリーグ戦16試合に出場し13ゴールを記録しています。暫定でリーグワンの得点ランキングトップになっています。昨シーズンリーグ戦で17位に終わったモナコは今シーズンは7位とまずまずの順位に引き上げています。ただリーグ1の7位のチームがウィレから黒玉の選手が出るかって言ったら、前例見るとあまりそういう該当選手はいないんですが、実はウィレアプリでベン・エデル選手はレベルを2にすると総合値が85になります。中間アップデートでは総合値は変わらないけどスキルが増えて強化されるっていう選手もいます。ただベン・エデル選手はスキルはすでに10個ついています。スキルだけの強化っていうのは多分起きないと思うので、もうこれ多分あと総合値、言い方変ですけど紙一重のプラス評価でもう黒玉になるというところまで現在来ています。ベン・エデル選手も評価されるかどうかはコナミさん次第ですが、個人的には中間アップデートで黒昇格に期待しています。それでは次の選手いきます。5人目はマーカス・ラッシュフォード選手を選ばせていただきました。
昨シーズンは公式戦47試合にプレーして13得点だったラッシュフォードは、今シーズンはすでに14ゴールを決めて昨シーズンの数字を超えています。ウィーレアプリの方では10月の31日に FP ガチャ、週間 FP ガチャとして登場しています。ベスト100プレイヤーでは72位に選ばれています。ラッシュフォード選手はコンディション安定度は5なんですが、ほぼほぼプレミアリーグの全ての試合に出場していますし、もう少しコンディション安定度の強化とかがあってもおかしくないかなと思います。ただ今ラッシュフォード選手83なので、もしかしたら金最強一歩手前で止まってしまうってこともあるかもしれませんね。それでは次の選手いきます。黒昇格予想、最後にアルバロ・モラタ選手を選ばせていただきました。今シーズンはここまでで公式戦21試合に出場し11ゴールを記録しています。また12月下旬に発表された前半戦チーム MVP ではアトレティコ・マドリードからモラタ選手が選ばれました。グリーズマン選手がバルセロナに移籍し、またジエゴ・コスタ選手が現在負傷中ということもあって、アルバロ・モラタ選手はこれまでの公式戦にほぼほぼ全ての試合で出場しています。ただ1点だけ挙げると、アルバロ・モラタ選手は金の優秀なスーパーサブとしてウィレで使用している方も多かったかと思うんですが、ほとんどの試合でスタメンでの出場となっています。なので中間アップデートで仮に総合値が上がっても、スーパーサブなどの一部のスキルが削り取られるっていう可能性はあるんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回は中間アプレで黒昇格をするかもしれない金のフォワードの選手を何人か紹介しました。フォワードなので得点数にはかなり着目させていただきました。もし今回紹介していなく中で、この選手も黒玉に昇格するんじゃないですかみたいな意見があれば、ぜひコメント欄の方で教えていただければと思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。